ワイズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ワイズニュースの時間です。さて、ワイズは女性活躍を推進しており、ウーマンエンパワー賛同企業としても認定を受けています。今回はウーマンエンパワーを運営している株式会社ルバート様より、弊社取締役山中が取材を受けました。その様子をご覧ください。ワイズニュースが今回密着したのは、外部メディアの取材を受ける山中取締役。結構最近メディア露出かなり増えてきたと思うんですけども、はい、なんかこういうのを発信していきたいとかってあります？そうですね、やっぱり私が女性の役員なので、はい、その女性の働きやすさみたいのは変わらず発信はしていきたいですね。それ以外の会社のことはもう山崎がいつもいつも発信してくださってるので、女性に向けたところを私が発信できればいいなって思ってます。ありがとうございます。取材のオファーをいただいたのは株式会社ルバート様。今回はルバート様が運営するメディアサイト、ママハピに取材記事を掲載していただきました。マイズさん、すごく福利厚生も充実されてらっしゃって、いろんなお取り組みされてるなというのを以前から注目してたんですけれども、6年間で本当に急成長で1000人以上になられたということで、どうやってそうやって人を引きつけてマネジメントされてるのかという仕組みがとても知りたかったので、今回ぜひお話を伺いたいと思ってきました。今回取材を受けた山中取締役はワイズの立ち上げメンバーの一人。現在は取締役として会社経営の屋台骨、総合本部を統括しています。総務とか法務とかは見てるんですけど、もう女性のトップはみんなママなんですね。夏休みは全部家で働いていいよみたいな、あなたはもう管理職で仕事は一人でもやれるから、もう一人帰った後は好きなようにやってとか、そういう風にしてるのをみんな見ていて、偉くなったらなっただけ任せてもらえるっていうことは、自分で好きなように働けるんだなっていうのをどんどん、うちの従業員の子たちには思ってもらいたくて、率先してそういうふうにはしてますね。女性従業員はもちろん、育児と仕事を両立しているママさんも平等に活躍でき、誰もが上を目指せるようにと自身がロールモデルとなり活躍している山中取締役。働きやすい環境に充実の福利厚生、そしてママになっても能力が発揮できる場所がワイズにはあります。今後もより一層働きやすい環境を目指してまいります。株式会社ルバート様、今回は取材をしていただきありがとうございました。説明欄から記事をご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。さて、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。今後もワイズニュースでは様々な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。